こんにちは。テレビゴルチャンネルの桜井です。ちょっと今日試合、今、そこグリーン、そこグリーンなんで。試合中です。ちょっとね、今日声がちっちゃいですけど、ちょっと紹介したい人が、僕のパターの師匠が今日は来てみました。イエーイ、パチ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 。中道洋平プロです。はい。です。福岡。福岡ですね。今はね。はい。場所はライザンですかね。今所属はライザン。所属はライザン、ライザンゴルフクラブです。はい。チャレンジとかがあるところのライザンゴルフクラブの所属。雷山と書いてライザンです、ね。そう、雷山って間違いない。雷山って言われますね。間違いない。雷山って呼ぶんかいな。意外と多いよ。マジですか。うん、そうす。糸島らへんですよねあれ。糸島市になる。福岡の糸島市、うん。美味しいものがいっぱいですね。そうそう、牡蠣がね。はい、牡蠣とかいろいろ。多いね、人ね。ちょっと話長いな。の所属の中道洋平プロです。ちょっとですね、まあ、僕今パターンいいんですよ。いいんですけど、ちょっと今カメラマンの、はい、ショーチャンネルっていう、ね、そっちの子が。そっちの子が。カリマタ洋平プロがちょっと悩んでるんで、はい、ちょっと教えてもらえればなと思って。全然、はい、いい自分で良ければですけど。いやいやいや、もうよろしいです。よろしくお願いします。じゃあお願いします。はい。ねえ、翔平、何が悪い？いや、悪いっていうか、うん、なんかパター自体はなんか最近そこまで悪くはなかったんですけど、もうちょっと張ってくれる声。大丈夫ですか？うん、大丈夫。今大丈夫。うん、声全然聞こえない。なんか、なんか微妙に、うん、なんか。ラインに乗らないなっていうのがあって、ラインに乗らない、はい、イメージ通り行ってくれないみたいなのがあって、はい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 、で、昨日、うん、大二郎に、うん、パターを教えてもらって、うん、まあ、ハンドレートなりすぎじゃねって。ああ、なるほどね。ハンドファーストにしたらって。はい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 。これ僕の中で相当ハンドファーストなんですけど、うん、なんか見た目普通だよみたいなこと言われて。ああね、うん。なるほど。今日は、うん、こう、ここに最初から構えちゃうと気持ち悪いんで、はい、なんていうんですか、なんか最初にクイッてやるやつ、うん、フォワードプレス、フォワードプレスやな、あれで今日試しにこうやってたんですよ、うん、で、どうやった？球は走ってたんで、うん、いいのかなと思って、うん、まあ、ちょっと続けてみようかなみたいな。あ、なるほどね。でそれと、うん、なんか一個、うん、悩みがあったんで、動画とかでなんか練習場でのとかじゃなくて、うん、特に本番になった時の、うん、このぐらいのショートパットの時に、うん、僕なんかこう動けそうなんですよ。はい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 。なんかどの選手見てもパターって、うん、こうやって、うん、なるほどね、残ってるよね。なるほど。僕の場合って極端に言うとちょっとこういくんですよ。なるほど。これっていいのかなと思って。じゃあちょっとね、これ、うん、師匠にちょっと打ってもらおうか。打つの？ちょっと一回打ってもらっていいですか？今の面白いわ。はい。これね、師匠結構それなってっから。でも師匠と翔平一緒やからね、タイプ。あ、タイプか。うん。ほら見て、めっちゃハンドレートやん。ね。ハンドファーストでさ。はい。ダウンブローっていうかそのね、はい、こう入れ上から入れていくっていうよりアッパーじゃん、はいはい、うん、から師匠を呼んだのよ今日。なるほど。間違ってることやってんじゃないかなと思って。でも言ったのは誰？言ったの、うん、そのハンドファーストにしろって言ったのは、うん、デミッタ・ディージロー君です。うちのプロじゃないですかそれ。うちの契約プロじゃないですか。ハンドファーストにしろやと。ちょっと見てもらっていいですか？ハンドファーストにできればやっぱ一番いいんやろうけど、はい、なんか僕が一番気持ちいいのはここなんですよ。気持ちいいのはそこなんでしょ？本当は気持ちいいのはここ でこれだと、うん、普通の人はここでまっすぐでパター4度のロフトつけてるじゃないですか。ああ、4度のロフトをね、うん、なるほど。ってことはハンドファーストにできないんだったらパターのロフトを1度にしてみよう。マジ？ってことか。聞きましたか皆さん、これ面白いですよ。一度で作ってます。一度、はい、これ師匠の一度ですか？ロフト一度です。ロフト一度、これ面白いね。これでってこともこれそのままこっちでそれでいつも通りで気持ちいいとこで
そうすると多分いつも通りの転がりになると思う。ハンドファーストになってる時。なるほどね。なんかハンドファーストでこうグッと捉えると、うん、なんかこう球がスーッて前に行くような感じがして飛んでいっちゃう。それで緩んだりとか。なるほどね。はいはいはい。じゃあ僕はロフトあるのを自ら立てていきたいんですよ。兵庫逆タイプやな。そうですね、はい、ただあれですよね、だからショットでも自分と翔平は結構一緒、パーソンにできない。そうできないタイプだから。そうやっぱどうしてもショットとパターンも同じ流れにしたいから、うん、それだったらもう道具を変えちゃえと。さっきなんかむしろここじゃなくてちょっとこの辺に構えたいですよ、ね、このパターン。あーでもかっこいいよ。この辺ぐらいにフェース見ても普通だよね、うん、これでこの辺ぐらいに構えてこう打ちたいです、ね、それでも浮いてこないから球も。確かになるほど。じゃあね、今さハンドファーストに構えてないんでしょ。今ハンドファーストじゃない。でもヘッドの見え方気持ちいいってことでしょ。そうです。これはちょっとこれ構えたら、これ構えたらしたらさ、え、うん、面が見えすぎるってこと。面が見えすぎるっていうか、もう面見えてるのは別に嫌いじゃないって、うん、逆になんかこれだと滑りそうなんですよね。あ、なるほどね、はい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 。心地いいところで構えると、心地いいところはここなんですよ。で、僕の中でまっすぐなんですよ、うんうん、で、昨日映像撮ってもらってそこから見たら多分ハンドライトなんですよ。あーね、だけんここでこういう風に大げさに言ったらのけぞるような動きになるのかなと思って、うん、こうやってたらこうできるじゃないですか。はい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 、はい、止まるのかなと思って今日ちょっとやってたんですよ。うん、まあなるほどね、はい、なんとかなってるっていう話ね。やっぱ今の言ったのもロストアルバム捕まってるもんね。ああ、なるほどね。あ、じゃあそこに飛ぶやん。うん、確かに。ミスするときはどっちなのって言われて、左に外れるって言ったんですよ。はい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 。でそれでハンドファーストにしたらって言われたんで。ああ、なるほどね。そういうことだったんですかね。ああ、ロフトが突きすぎて左にポコンっていってる。ロフトが突きすぎて左に捕まってね。今日はずっとここでこう気持ち悪いけども、うん、だけタイミングを手で取っとったよね。はい、フォードパルティしてね、こうやってね。 あなた足で取るもんね、スイングね。足で取りますね、スイングは、はい、はあ、なるほど。え、ちょっと塩乗ってよ。これだと逆にファーストパスしなくていいもんね。これだと逆にここ側に開けたくなる。あー、なるほど。気持ちいい。気持ちいいですね、球の転がりは。確かにいいよね、前に行ってくれる感じしますね。はい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 、普通のよりでもね。結果道具か、左のミスないですね、確かに。あーね、じゃあロフトが4度の、そう4度でしたよね、この2ボール。普通のやつは4度か5度やもんね。だいたい普通4度か5度、普通のパターンは。でもハンドレードに構えたい人はやっぱ1度ぐらいにして、1度とか2度とか。あー、でもいい、でも理にかなってるっすよね、うん、言ったら無理なんだもん、ハンドファーセンス。そうっすよね、そうっすよね、そうっすよね。気持ち悪いんだもん。そうっすよね。こうちょっとこう釣りたいんで、うん、あこの状態で構えたいんだ。なるほどなるほど。さっきのアプローチの時に体から離れてるっていうのがあるので、うん、ここにすると分かる、手が外れてる感じする、外れてる気がして、うん、どこに出すのみたいな。そうなんです。あー、なるほど。この状態で体の中にいてほしいよね、手が。はいはい。この状態でこう体を使ってこうやって打つのが、うん、いいのかなみたいな感じに今日思ってやってたんですよ。あーね。ただやっぱりここから一旦体から手を外す動きっていう風に僕感じちゃうんですよ、うん、ああ、なるほどなるほど。俺も絶対入れたいもんね。俺絶対入れたいですもんね。今日も体も入ってんじゃないの。いやいや、体入ってないですよ、師匠。師匠、それやったらもうプロゴルファーやめますわ。またあれマシュー。
だったらここでもうそのままいいってことですね。ちょっとそれ打たせてくれん、その一度のやつ。それ取っとって足で。じゃあ一度のやつを反発で体がえぐいってことですかね。体だったら多分滑るんじゃない。みんな滑りそうって言うもん。滑りそうっすね。本当っすか。なんか逆に捕まりそうっすもん、それ。マジで。俺らはね。はい。なんかライン乗せやすそうやん。ここで打つんでしょ。しっかり捕まえていけそうなパターンに感じますもんね。いや無理くない。いいよ。この感じ。これがいいですけど。なるほどね。一度。一度。じゃあもうでもよかったね。はい。よかったっす。悩み解決じゃない。ハンドファーストにしなくていい。試す価値ありやん。はい、試す価値ありです。ハンドファーストにしなくてもいいってことやから。はい、それやったらスイングと合うじゃん。はい、そこがマッチしてくるんだよ。そうっすよね、人間の脳がね、うん、ああ。ドライバーこれで、パターはこれでって、うん、無理だから、ね、なかなか難しいですよね、やっぱプロゴルファーでも合わせるのが、うん、それと同じイメージで振れるところが、うん、あ、一度僕が使うのはチルと一度ってことで。ハハ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 パンチが入るんですかね。いやもうそうやろね。じゃあぶっちゃけ俺はインパクトパンって入れたいんよ、はい、だけ今の立ってる方立ってるのとハンドレートにしてこれもうどこで構えていいか分からんもん。あ俺4度あったら俺は翔平たちの打ち方したほうがパンチが入る。あだからこうロフトがついとって、うん、なんかここ大事っていう場面でグッて立てていくから、うん、そうダメやろうね。パンチが入るみたいな。そうやろうね。おかしくなるよね。でいざとなったら僕割とショートするんで。ああ、なるほど。その時はやっぱもうロフトがつきすぎて多分そうやろうね。ポッてなる。はい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 。この解決にはなると思うけどね、だいぶこれで。ここがないもん。ミスないやん。ミスないっすね、確かに。うん、全部マシンに当たってくださいちょっと待ってくれてる、それは。いやでも道具で解決できるって一番いいっすよ。そうやね。いや本当に感覚を変えずにね、はあ、これは面白いです。ちなみにこれは背筋の人たちですね、動画で言ったら。すっげえな。ピンパターンとかに、ね、うん、挑戦しようとすると、うん、なんかもうでもそうピン、どうやって構えるのピンみたいな。最近ピン結構使うんですけど、うん、めっちゃ気持ちいいっすもん、やっぱ。もうめっちゃこう、そうそうそうっす。もうだからシャフトより後ろにヘッドがあってほしい、なるべく、はいはいはい、シャフトより前にヘッドがあるのももうキモいっす、キモいっす、キモいっす。ピン使ったらマンチしますもんね、パターで。おお。迎えて多分落ちちゃってる。じゃあもう どう動かすのみたいな。はあ。ピン型は。やっぱ結局構えた時からもう視覚で気持ち悪いとか分かってるんですよね。この状態で構えておきます。うん。全部死に当たるよ。おお、ナイス。めっちゃいいやん、全部当たってるやん。真ん中に当たるよ。確かに。当たる上手い人です。普通にね。いや、いいよ。これ普通ですか、見てて。全然普通。どうだった？動きもスムーズやし。どうでした？のけざることに対してどう思います？いや、いいと思う。
いやまあやりすぎはいけんけど、まあまあ、うん、そっちやもん動き自体が、ね、動き自体がもうそれはもう止めんがいいってこと、止めない方がいい。やっぱね。やっぱ外れてますからね。もっと。うわやばいやばい。右行って次左行って。感覚がなくなってきたぞ。そういう話になってくるっすよね。うん。感覚なくなってきたぞ。やばい。でそれで言えるとしたらだからフォワードパレスプレスしないといかんじゃない？そうやって。うん。そうなんですよ。4度使うならね。そう。だそれがじゃあ合ってるか合ってないかって話なんですよね。気持ちがどうかが。うん。入れればまだ、うん、あ、なるほど、あ、ちょっと分かったかもしれない、意味が、うん、意味が分からなかったかも、そう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 、やっぱ道具に対応でプロゴルファーだから特に対応できるんですよねっていうことです。シュエプロどうでした？あ、めっちゃ勉強になりますね。いやこれ読んだ回あるやろ俺が。なるほどってなるっすね。皆さんパターで悩んだらライザンに行ってください。お待ちしてます。高いですよその代わり。高いですよ、僕の師匠ですからね、僕より高いですよ。そうそうそう、週末のフォワードプレスして入れていかな。そしたらまた転がるよ、うん、言ってることが意味が分かった、やっと分かった、よかった、よかった。じゃあなるほど、またね、はい、連戦続くからね、そうやって入れればまだ転がれるんじゃないかな、うんうん、なんか立て方もなんか分かったっす、どこに入れていいか分かんなかったんですけど、はい、あナイス。じゃあちょっとっ、ね、うん、そう結局そうなる結局っていうことでいいですか。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました師匠。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ来週から稼いだらちょっと払ってね、はい、師匠に何パーもらっていいの？うち、僕紹介したら 30% なんですよ。 OK、 30%、はい、賞金の、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。